顔が乾燥する。なんか冬真っ盛りって時よりも、冬真っ盛りってなんだめちゃくちゃ寒い時よりも、ちょっと花粉の時期の方が顔が荒れる気がするんですよね。どうも、レオです。風が強いです、すごく昨日おとといなんかな、あの春の嵐、春一番が吹いたとかなんとかって言って、あのすごい風強くて、で花粉も僕あるんで、花粉症でもあるんで、あのもうやばいっすね。まあでも僕の場合はね、杉よりはヒノキの方が強いので、まあ花粉の本番は3月過ぎてから、あ、もう3月過ぎたじゃん本番来る。はい、まあその話はさておき、ですね、前回かな、こちらのね、ドリッパーを購入したんですけれども、まあ、あれからちょっとね、何回か使って、もう何回っていうか、もう毎朝使ってるんですけれど、気づいたのが、まず、あのとね、フィルターも、紙のフィルターも使って、入れてみたんですけれど、味が全然違います。どのぐらい違うかっていうと、もうコクがね、もう全く別の豆じゃないかっていうぐらい、味が変わりまして、ちょっとね、このこれだけでペーパーフィルター入れずに、このステンレスのフィルターだけで入れると、ここに抽出されるコーヒーが、底のところがね、結構ドロッとしたものが残るんですね。もう本当に指ですくえるぐらいのドロッとしたものが残るんですけれど、多分それがね、かなりコクが抽出されてるんじゃないかなっていうふうに感じました。ペーパーフィルター使って入れた時は、かなりあっさりとした、飲みやすい、ある意味飲みやすい、コーヒーになりました。その時どういうコーヒー飲みたいかによって、そこは紙のフィルター使うか、ステンレスのフィルターだけで入れるかっていうのを使い分けることができるなって感じました。あとね、まあ一番感じたのは掃除のしやすさ。はい、やっぱりこれステンレスのフィルターだとそのまま捨てるわけにはいかないので、例えばここにコーヒー豆いっぱい入ってるとするじゃないですか、まあゴミ袋かなんかにボッてやるんですよ。そうすると結構ここくっつくんですよね。そしたらもうそれはキッチンペーパーで拭き取るか、もうあとも流すしかないんですよ。シンクのところに溜まったのを後でまた取るっていう感じなんですけど、でうちの場合はネットをつけてるので、排水口のところにネットに溜まったものを、まあ、そのまま捨てるっていう感じなんですけれども、ネットないとね、かなり掃除大変だと思います。はい、紙のフィルターで入れる場合はもうそのままポッて取ってベッて捨てるだけなので、掃除はすごく簡単だと思います。でも僕は味濃い、コーヒーの方が好きなので、好みとしてはペーパーフィルター使わずにこのステンレスのまま入れた方が僕は好きです。はいはい、というわけでですね、まあこのコーヒードリッパー結構使ってるわけなんですけれども、これを購入した時に合わせて別のものも購入してたんですね。ただそっちは遅れて届く予定だったんですけども、それが届いたので、今日はそれをご紹介させていただきたいなと思います。全部で3つあります。まず1つこちら、これですね、ドリッパーと同じブランドなんですけれども、それのコーヒーコーヒーメジャーリングスプーンです。はい、ちゃんと、おお、お、かわいい。はい、コーヒーメジャーリングスプーン、すごく質感いいですね。こんな感じで後ろにロゴも書いてあります。うん、でこれ1杯すり切れで、約 10g のコーヒー豆を計量することができます。はい、どっちかというと
豆、引いてない豆を測るときに使うやつですね。で、今うちには引いてある豆しかないんですけれども、後々、普通のね、引いてない状態の豆も購入したいなと思ってるので、これあったら便利かなと思って購入しました。で、続いてじゃんと、はい、また均等です。こちらは コーヒーキャニスターです。これはね、コーヒー豆を保存するやつですね。おお、こんな感じで陶器ですね。すごい、ツルツル、サラサラな感じ。お、ドリッパーと同じようになんか紙が入ってますね。で、よいしょ、はい、おお、結構大きいね。あらあら、あ、後ろこんな感じで白いですね。焼き物って感じがします。はい、ロゴが、あ、いい音、いい音っす。このサラサラ感好き。で、中にはシリコン、蓋にシリコンパッキングを装着してご使用くださいとありますね。つけてみましょう。これもなんかレビューで、このパッキングが、パッキングじゃない、パッキングがちゃんとつけられてなくて、うまく装着できなかったみたいな、装着じゃないや、うまくはまらなかったっていう見たんですけど、あー、なるほど、こういうことか。合ってる？あ、合ってるか。うん。おお、はい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 。あ、取れちゃった。なんか空気はしっかり密閉されてる感じはしますね。開けるときにシューって落とします。うん。うん。あ、大丈夫そう。はい。じゃ、ちょっとコーヒー豆入れてみようか。せっかくなんで、これ今僕が飲んでる、カルディの、これ粉のやつなんですけど、せっかく買ったんで、ちょっと洗うか、その前にな。ほい、洗ってしっかり乾かしました。そしたら、あ、いい匂い、あ、いい匂い。OK、 入りました。うん、あ、いい匂い。コーヒー豆、引いてない状態のコーヒー豆が 200g 入ります。そうですね。で、僕これ購入したのは、200ですね。1袋200なんですけど、で、まあ半分ぐらい使ってたので、うん、パッと見、まあ、100弱ぐらいかな今。はい、で、これでしまっとくと。おお、いいじゃない、いいじゃない、かわいいじゃない。というわけで、コーヒー豆を入れる容器をこれ買ってみました。で、最後に、よいしょ、ミル、コーヒーミルも、購入しました。コーヒー豆を挽くやつですね。それがこれ、よいしょ、ういうーん、ん取っ手だけ出てきた。よいしょ、
わ、ちっちゃ。ちょっと説明書も出しときて。うわ、ちっちゃ。え、めちゃくちゃちっちゃいよ。え、こんなちっちゃいの。あ、これなんかキャンプとかしてたら持って行きたくなるな。これさっきのこれ、ほらこんなちっちゃい。他に比べるものとしてはハンドクリーム、ハンドクリームよりちっちゃい。すごいね、こんなちっちゃいんだ。で、これどうすんの。使用方法、いや、まず組み立てないといけないのか。これでもうできちゃう。違うよね、全然違うよね。こんな簡単なの。ただこれはめるだけじゃん。なんかネジでグリグリグリって回して取り付けるのかと思ってた。すごっ。まあ、手垢ついちゃうな。これしょうがないな、ステンレスだから。ちょっとなんか指紋みたいのついちゃうんですけど、こうやってこうかな、こうかな。まあ、こんな感じでくっつけとけば、簡単にカバンの中入るっていう感じですね。すごー。で、これは蓋を開けて、開けるともうすぐにこの中にコーヒー豆入れられるようになってるんですね。で、コーヒー豆入れて、で、粗さを調節ってどこですんの。これ外せないよね。何これ。あ、びっくりした。ここも取れるのか。なるほどね。とここが外せて、でここで粗さを調節するみたいですね。で、見えないな、ここにね。今細かい粗いって書いてあるんですけど、こういうことか、こういうこと。合ってる合ってる。いや、まあ、回ってんな、すごい回ってんな。右に回すと締めると細かく、左に回すと緩める粗い。なるほど。今これ緩んでるんで、だんだんこれで粗くなってるってことですね。で、さっきはこうやってずっと右回いて止まったんですよね。止まんなくなった止まんなくなった。あ、止まった止まった。グッて今止まってるんですけど、そうするともう、細かい限界っていうことですね。ああ、なるほど。引き具合が細かいと苦い、濃いコーヒーになって、引き具合が粗いと薄いで、酸味が強い、コーヒーになるみたいですね。細かいほど苦味や雑味が出て深く、粗いほど酸味が立って薄くなります。だから、まあ、そこは個人の好みでしょうね。あとは、そのコーヒー豆の味によってその粗さとかを調節すればいいのかなと思います。だ、とりあえず僕は細かいでいいのかな。はい、で、これセットしました。で、はめて、で、コーヒー豆入れて、蓋して、ハンドルつけて、ゴリゴリゴリ、おー、で、引き終わりました。そしたら、ここの下のところを外すと、この中に、コーヒー豆ができていると。で、それをドッと入れる感じですね。
なるほどね。もしなんかね、キャンプとか、外に行く機会があった時には、これ持って、さすがにこれは持っていけないけど、そうね、あとこれも持っていけないけど、どうなんだろうね、もし外でやるとしたら、まあ、これコーヒー豆あって、でコーヒー豆入れてる、まあ、例えばこれがコーヒー豆として、あとドリッパーか、ドリッパーが必要なのか、もし外で飲むとしたら、まあそれは今考えなくてもいいかもし今後キャンプとか行ってコーヒー外で作りたいなってなった時は、そういうのも一緒に考えてみたいと思います。はい、でちなみにこの中に入れられるコーヒーの量は 17g、 なんかすごい半端だね。 20g ぐらい入れてもいいような気がするけど、約コーヒー1杯は 10g なので、1杯分は入れられます。で少なめだったら2杯分、のコーヒーを挽くことができます。はい、でこれはハンディコーヒーミル S サイズなので、もしかしたらもう少し大きいサイズも売ってるかもしれないですけれども、まあもしキャンプ用とかで考えてるんだったら、やっぱ小さいければ小さいほどいいと思うので、まあこのサイズになるかと思います。はい、というわけで、購入したものの紹介でした。はい、うん、あ、はい、はい、ゆうパック来ました。これは沖縄に住んでる、僕の家族から届いたやつですね。これまた今度、開けて紹介したいと思います。すげえいっぱい来たな。青森とか書いてある。楽しみ。はい、というわけでちょっと最後はなんか変な感じになっちゃいましたけど、こんな感じで買ってみたものの紹介でした。またなんか、今回はねまだコーヒー豆ないので、引くことできないんですけれども、後々コーヒーを入れる動画なんかも作りたいなと思っていますので、その時はどうぞよろしくお願いいたします。というわけでレオでした。ではでは。結構でかいの来たな。楽しみー。